トリケラトップスは中世代後期白亜紀の現在の北アメリカ大陸に生息した植物食恐竜の一族。基地の飛鳥類型恐竜の最後の族の一つで、6600万年前の計ピコグラム絶滅イベントで絶滅した。トリケラトップスという名は三本の角を持つ顔を意味し、古代ギリシャ語のタウローマイナスが三つ、カッパローアルファーが角、負債が 顔を意味することに由来している。中国語名は三角竜または三竜。トリケラトプスはオスニエルチャールズ・マーシュによって1889年に元記載されて以来完全な骨格は発見されていないものの多数の化石標本が記録されてきた。不可用体から生体までの核成長段階を 代表する標本が発見されている。トリケラトプスは典型的なケラトプス類として最も人気のある恐竜の一つであり、映画や切手など多くのメディアに登場している。口先は鳥類のくちばしのように尖っている。頭骨には大きな個室のフリルと3本の角があり、大きな4本足の体は現代の際に似ていることで最もよく知られている恐竜の一つである。 また、全長9メートル、体重12トンという最大級の角竜でもあった。この動物は、被植者だったと考えられているが、博物館の展示や、一般的なイメージでよく描かれているような捕食者との、戦いをしていたかどうかは定かではない。フリルと三本の特徴的な角の機能については長い、間議論の的となってきた。伝統的には、 これらは捕食者から身を守るための武器と考えられてきた。最近の解釈では、これらの特徴は現代の玉ひずめ類の角と同様に、主に種内競争のために使われていた可能性が高いと考えられている。ただし、これは護身用の武器として使われた可能性を否定するものではない。トリケラトップスは伝統的には短いフリルを持つ。 セントロサウルス赤に分類されていたが、現代の系統学的研究では、一般的に長いフリルを持つカスモサウルス赤のメンバーであることが示されている。これまでに17種が命名されてきたが、現在ではそのうちティホリルスとティプロルススの2つの種だけが有効であると考えられている。最も多く発見されている標本は巨大な頭骨である。生体の頭骨の長さは、 約2.5メートルで、その半分弱がフリルである。他のカスモサウルス赤と同様に1本の美角と2本の上眼角を備える。上眼角の長さは1.8メートルと言われる。強力な獅子で重い体を支持していた。トリケラトプスのようなケラトプス類の前足の姿勢は長い間物議を醸していた。字は直立していたという考えは孔子に関しては、 議論の余地なく当てはまる。一方で、角竜の骨格に基づく研究では、象のように手の甲を前にした直立状態で前足の骨を組み立てると前足の関節が脱臼してしまうため、前肢の肘を横に張り出して、い歩きするような姿勢であったという説があった。しかし、これはトリケラトップスの足跡化石には合致しないものであった。最近の研究では、 トリケラトップスは全詞を、気脚類のように、手の甲を外側に向けて直立して立っていたということになっている。T プロススの全身骨格復元図。マーシュによるもので、現在の復元とは異なる。標本は、オスニエル・チャールズ・マーシュのもとへ送られた。彼は、この角は、先進世のものと考え、異常に巨大なバイソンのものであるとした。そのため、標本には、 バイソン・アルト・コーニスという学名が与えられた。マーシュは、その翌年までに、ツノリュウという分類群の存在を知った。1888年に、ワイオミング州ランス類層で、ジョンベル・ハッチャーによって採集された、全体の3分の1以上が保存されている頭骨が、彼の考えを変えた。頑丈な性質を持つ頭骨は、化石として保存されやすく、 種と個体の間の変化を研究するのに役立っている。分岐学における恐竜の定義として、原生鳥類とトリケラトプスを含むグループの最も近い共通祖先より分岐したすべての子孫が頻繁に用いられる。ただしこの場合はあくまで代表的で誰もが知っている動物であるという理由で使用されているのであって、長万類のクラウングループならば、 他の種を挙げたところで分岐学的意味合いは変化しない。トロサウルス属がトリケラトプス属のシノニムである可能性は両者の発見当初から長年議論されてきた。両者とも同じ地層から発掘される上、フリルなどを除いて形態的な差異がほとんど見られないためである。またトロサウルスは完全に成長しきったと見られる不完全な標本が 数個体分しか発掘されないにもかかわらず、トリケラトップスは成長段階なども含んだ50以上もの化石が次々と発掘されてきた。T プロルススとトロサウルスの頭蓋骨比較こうした中、2010年にトリケラトップスの頭蓋骨の形態を成長段階に従い数十個体にわたって観察し直し、トロサウルスと比較した論文が発表された。それによると、 トリケラトップスのフリルの一部は成長に従って薄くなり開口に向かうこと。そしてそうした形態がトロサウルスに非常によく似ることが示された。トリケラトップスの知名度の高さも手伝ってか、この研究は2010年8月当時、比較的大きな話題となった。しかし中にはトリケラトップスが消えてトロサウルスにまとめられるのではという。 本来の論文の趣旨とは全く相反する報道もなされ、これがツイッターなどを通じて拡散され混乱を招く事態が起こった。だが、そもそも論文の題名にもある通り、トロサウルスが消えてトリケラトップスにまとめられることになるのが元々の情報であって、上記のような報道は全くの曲解と言える。そもそも国際動物命名規約では基本的には 時系列上先に記載された方を有効名とする規定になっており、この場合、最初に記載された方であるトリケラトプスが有効名として認められる。またこの件に関しては、論文の著者であるジャック・ホーナーらはその後も公式にトリケラトプスが残ることを強調している。もっとも、トロサウルスとトリケラトプスが 同一種であることに関しては2011年現在までにもいくつか反論は出ており、そのまま一般論として定着しているわけではない。その後、スキャネラとホーナーはすべてが仮説によって容易に説明されたわけではないことを認識した。反論の余地に対して彼らはさらなる仮説を立てた。一つの問題はトロサウルスが トリケラトップスの正常な最後の成熟段階であった場合にしても、トロサウルスの化石の産出量が少なすぎることだ。これは、生体の死亡率が高いことと、老齢のトリケラトップスは高所に好んで済み、侵食が化石化を防ぐという可能性によって説明された。第2の問題は、トロサウルスは生体の存在を示唆していると思われる、トロサウルス標本のサイズ範囲であった。 これらのうち、彼らは骨の構造が完全に成熟した年齢を示したものと主張し、大きさの違いは明らかな個体差であると主張した。第三の想定される理論は、開口部の有無に関わらず、個体間の移行形態を表す標本が知られていないことであった。基地のすべてのトロサウルスの開口部は完全な形態で、他のカスモサウルス赤の亜生体に見られるような初期の 先行とは異なる。それに対抗するために、彼らは、そのような過渡的形態の例として、論争の深いネドケラトプスのホロタイプアセンム2412がまさにそれであると述べたスキャネラとホーナーが、トリケラトプスとトロサウルス間の移行過程を表すと、下ネドケラトプス。ネドケラトプスにおいて、問題とされる形質は、単に、トーアモウフに変換する、第一段階に、 その存在を反映するだけであるとした。最後の問題は、円頭頂骨の数の違いである。トリケラトップスには、典型的には、小中線の円頭頂骨を含む個体のホーンレッドがあり、トロサウルスには10ないし12のそれがあり、小中線のものは欠けている。また、フリルの側縁には、トリケラトップスが5体、トロサウルスが6、または7体の円臨場骨を持っている。 これは、成長中にその数が増加したと仮定して説明した。ホーンレッドの数と位置は、トリケラトプスとされている個体間でもバリエーションがあり、モア2923に示されているように、トリケラトプスでも6つの円頭頂骨を有するが、小中線のものが欠如しているものもあることが指摘されている。スキャネラとホーナーの結論は、満場一致では受け入れられていない。 いくつかの専門家は、トーアモーフ仮説が正しいという可能性を認めているが、否定の余地が十分すぎるほど存在している。この仮説は、アンドリュー・ファルケの2011年の論文と、ニコラス・ロングリッチの2012年の論文によって、直接対抗を受けた。ファルケは、トリケラトップスとの同定を主張していたスキャネラと、ホーナーに対して、ネドケラトップスという問題のある族を、 トリケラトプス属の生態、または病気の個体として再記載した。ファルケは、ネドケラトプスのフリルの不規則の穴の様子は、薄い骨が先行されたという状態とはほど遠く、厚い骨の使用に囲まれていると指摘した。ファルケはさらに、提唱されたようなトリケラトプスからトロサウルスへの移行といくつかの事実を調和させることは、無理があると結論付けた。一般的に、 ケラトプス科では、フリルが成長しきると、円頭頂骨の数は増減しない。円臨場骨の数は変動することもあるが、容体の段階で、最大数に至るため、サイズとは関係がない。明らかに、これは、個体差ではなく、種差しあるいは属差である。同様に、ケラトプス科では一般に、フリルの穴の形成は年齢に関係なく、新生の個体でもその穴を持っている。 ファルケはトリケラトップスのフリル状の薄い骨の領域は筋肉の付着部として説明した。開口部とフリルの骨構造との間に一貫した関係はない。トリケラトップスの多くの標本にはフリル表面に深い静脈の跡があり、すでにかなりの高齢であることを示している。トリケラトップスのフリルに途中で穴が開くとすれば、彼らは若返らなければならず、その後、 再びその穴を広げるために成長する必要がある。最終的に、ファルケは、その巨大なサイズにもかかわらず、トロサウルスの標本 UPM1831 は、その融合の進んでいない骨組織によって、示されているように、まだ完全には成長しておらず、したがって、真のトロサウルスの和生体であると指摘した、ロングリッチは2012年に、改ざんの原則を適用して、 問題を調査した。スキャネラらの仮説の中から科学的に有効な試験が可能な3つを選び調査を行った。ロングリッチは、トーアモーフ仮説は複数の点であり得ないと主張した。第一に、トロサウルスがトリケラトプスと同一種であった場合、両者の化石は同じロケーションで見つかるはずである。実際には、その地理的範囲は一部しか一致してしない。 北部ではトリケラトップスの実が見つかり、トロサウルスの化石は見つかっていない。逆に南部からはトロサウルスだけが知られている。しかしこのような状況はトロサウルスの化石が比較的少なく、サンプリングが不完全であるという弊害によるものである可能性もある。したがってロングリッチはこの点による否定は完全にはできないが証明することもできないと結論づけた。 第二に、すべてのトロサウルス標本は生体であり、すべてのトリケラトプス標本は非常に若いものであるという過程に対して次のように反論した。ロングリッチによると、この最後の点はまだ確立されていない。確かに2011年にホーナーは解剖学的研究を発表し、調査されたトリケラトプスのすべての標本が生体の骨構造を保有していたことを示していたが、 標本が少なすぎて、すべてのトリケラトプスの化石に有効な一般化ができていなかった。仮説をよりよく評価するために、ロングリッチは24個の頭骨外部形質のリストを提案し、頭骨要素の融合及び成熟のレベルに関して検体を検査した。これらの基準を適用して36点の標本を調査した。融合は、 典型的には特定の順序で行われており、年齢に関する追加情報が分かった。実際これらの基準によって、大半のトロサウルス標本は生体であると分かった。しかし2つの例外があった。小さい個体であるアンスプ15192は、生体ではあるが、尾骨の融合が進んでいないことによって示されるように、比較的若い。最も若い標本は、 UPM1831 で、尾骨、方骨、上眼価格の融合が進んでいなかった。さらに、フリールの縁は成長している若い骨の外見を持っていたにもかかわらず、その保温レッドをすべて失ってしまっていた。一方、ロングリッチは、調査されたトリケラトプスの頭骨のうち10点が、最も高齢のトロサウルス標本と同じレベルの成熟に至っていることを突き止めた。 ロングリッチは、この分析は、スキャネララの仮説を完全に否定したと結論付けた。3番目の仮定は、トロサウルスとトリケラトプスの間に、移行型が見出される可能性があるというものだった。ロングリッチは、トリケラトプスのフリルの薄い領域が、移行期の最も強力な証拠として、開口部の戦具体であったというスキャネララの主張を検討した。しかし、これらの構造は、 位置が完全に異なっていた。トリケラトップスのくぼみはフリルの下の型に位置し、トロサウルスの穴は壁面に完全に囲まれている。さらに、くぼみははるかに厚い骨に接し、トロサウルスの穴は細い骨で囲まれており、それとは別にトリケラトップスに見られるくぼみも有している。ロングリッチは仮説が第三の予測に関しても破綻していることを突き止めた。三つの仮説のうち、 一つでも破綻するところ、二つで反証されているので、この仮説は否定されるべきである。ロングリッチはまた、トーアモーフ仮説に、いくつかの追加の反対を示唆した。円頭頂骨の数に関して、基地の繊維型は存在しない。また、円頭頂骨は、完全に、フリルの円を占めていたので、その数が増加する余地はなく、通常の成長プロセスでは、 フリル本体と一緒に大きくなるだけである。スキャネララの提案した、円頭頂骨の侵食による分裂は、円臨場骨でのみ起こることであり、円頭頂骨では決して確認されていない。トロサウルスの臨場骨は、内側が飛行し、外側が多面であり、トリケラトプスのそれは、内側がくぼんでおり、外側が平坦である。中間型は知られていない。トロサウルスの臨場骨はまた、 絶対サイズとは無関係により細長い。ロングリッチはトロサウルス標本とトリケラトプス標本を組み合わせて一つの成長シーケンスを作成するとアンスプ15192と u p 八百8 3 1は回帰直線と比べて完全内常値を示すと指摘した。ロングリッチはホーナーが解剖学的研究で トリケラトップスが洋弱形質であるという事実を示唆したことには肯定的であったがトリケラトップスは他のカスモサウルス赤と異なりネオテニーであるという代替的な説を提示した。ロングリッチは再び個体差を根拠としてスキャネラとホーナーが反論してくるだろうと予想していた。しかしロングリッチによれば個体差というのは説得力が弱い。 トロサウルスのアンスプ一万五千百九十二と u p m 百三十一のサイズの違いは、性的蓋なりによって説明された方がまだよく、前者は若いメス生態、後者はオス用体である可能性がある。二千十三年、ファルケとマヨリーノは、トロサウルス、トリケラトプスホリルス、トリケラトプスプロルスス、およびネドケラトプスの成長に伴う頭骨の変化を記録した。 形態空間の統計解析結果である、形態計測研究を発表した。成長期において、トロサウルスの頭蓋骨は、t ホリルスおよび t プロルスとは異なる形態を保持していると結論付けた。2種のトリケラトプスは、その割合が重複している。フリールの形を無視しても、これは当てはまる。ネドケラトプスは、サイズ以外は、トロサウルスと、 トリケラトップス・ホリデスの間の妥当な移行型ではないことが証明された。ファルケとマイオリーノはトロサウルス標本の少なさはこの結果の信頼性を低下させているがトロサウルスとトリケラトップスは別個の分類群であると考えざるを得ないと結論付けた。これらの反論以降しばらく実説に触れてこなかったスキャネラであったが2015年のトリケラトプスの属内進化に関する 論文中で以下のように述べている。トリケラトップスとトロサウルスが異なるが近縁の分類村だった場合、古い時代のトリケラトップスホリドスは成長途中で、より原始的な頭頂骨の特徴を発現するかもしれない。同時に、融合していない塩微角を持つトロサウルスを記載している。塩微角の融合は、角流の成長において重要な要素の一つで、 亜生体の時期に融合すると考えられるこれは東亜毛布仮説を自ら否定したようなものであるが名言は避けられているトリケラトプスは最もよく知られたケラトプス科の族であり同化最大かつ北米で最も豊富に見つかる角竜である何年にもわたってトリケラトプスを含む角竜の系統上の正確な位置づけが議論されてきたトリケラトプスは 主にセントロサウルス赤の特徴とされていた短いフリルとカスモサウルス赤の特徴とされていた長い上眼価格の組み合わせが混乱を招いていた。リチャードスワンルールによる最初のツノ竜のオーバービューの中でツノ竜は大まかに二大系統に分類され、一つはモノクロニウス、セントロサウルス、そしてトリケラトップスからなり、もう一方はトロサウルスと カスモサウルスで構成されるとされた。前者は今日セントロサウルス赤と呼ばれるタクサである。後々もこの見解は支持され続け、前者は短いフリルで特徴付けられるセントロサウルス赤、後者は長いフリルのカスモサウルス赤とされた。1949年、チャールズ・モートラム・スタンバーグがこのことに初めて疑問を投げかけ、角の様子からしてトリケラトプスは、 ありのケラトプスやカスモサウルスにより禁煙であると考え、トリケラトプスをケラトプス赤の属であるとした。スタンバーグの見解はほぼ無視され、ジョン・オストロムや後のデビッド・ノーマンらはトリケラトプスをセントロサウルス赤に分類し続けた。その後の発見と分析は、スタンバーグによるトリケラトプスの分類をフォローするものだった。1990年のレーマンによる2つの赤の 細分類では、いくつかの形態的特徴に基づいてトリケラトプスは、ケラトプス赤に内包された。実際、トリケラトプスは、短いフリルという一つの特徴以外は、ケラトプス赤によく適合する。1990年のドットソンによるロフタを用いた分岐分析でもトリケラトプスの頭骨は、ケラトプス赤によく一致すると結論付けられた。 発見からかなりの年数が経ってもトリケラトップスの進化の起源は非常に曖昧であった。1922年に新しく発見されたプロトケラトップスはヘンリー・フェアフィールド・オズボーンによってトリケラトップスの祖先であるとみなされた。しかし数十年が経ち追加の発見がもたらされ事実がはっきりしてきた。近年トリケラトップスの祖先に関するいくつかの有益な 発見がもたらされた。上岸価格を持つ基盤的角竜、ズニケラトプスが1990年に記載され、インドングがジュラキから知られる最初の角竜として2005年に記載された。これらの新しい発見は、角竜がジュラキのアジアを起源とし、白紀後期の北米で初めて角を持った角竜が出現したことを示唆する。トリケラトプスは、 セントロサウルスよりもカスモサウルスにより近縁で長いフリルで知られるケラトプス赤のメンバーであることがますます確実になっている。ティラノサウルスの隣に設置されたトリケラトプスのマウント。ロサンゼルス軍立自然史博物館。トリケラトプスもまたよく群れる動物として描かれがちである。これにはわずかな根拠しかない。いくつかの他の角竜が 数百から数百零個体分の骨で構成されるボーンベッドから知られていることはその一例である。現在のところトリケラトップスで占められたボーンベッドは二つだけ知られている。一つはモンタナ州南部のもので三体の妖体の化石である。それは若いトリケラトップスだけで群れを作っていた可能性を示唆する。二千十二年にはワイオミング州入ュする近郊で生態から 状態までのサイズの異なる3体のトリケラトプスが比較的完全な状態で発見された。その化石はブラックヒルズ地質学研究所のラーソンのチームによって発掘された。3頭は家族単位で行動していたと考えられているが、オスメスのペアとその子供なのか、あるいは同性の生態2頭が若い個体を保護していたのかは不明である。 その化石にはティラノサウルスによる捕食、または不肉食の痕跡も見られる。特に最大の個体は、前肢の骨がティラノサウルスの葉によって傷つけられている。長年、トリケラトップスの標本は1頭ずつ、単独の個体だけで算出されていた。そうした化石はとても一般的である。ミネソタ科学博物館のエリクソンは、ヘルクリーク層から200個体分の標本を報告している。 同じフィールドでバーナム・ブラウンは500点の頭骨を報告している。トリケラトップスの葉、角の破片、フリルの破片、その他の頭骨要素はアメリカ西部のランシアンの地層において非常に豊富であり、トリケラトップスは当時の最も支配的な植物食動物ではなかったとしても、その候補の一つに挙げられるとみなされている。1986年、 バッカーはトリケラトップスが白秋末の大型動物ショーの6分の子を占めていたと推定している。ほとんどの動物と異なり、トリケラトップスの頭骨の化石は首から後ろのそれよりも残りやすい。このことはトリケラトップスの頭が非常に頑丈であることを意味する。トリケラトップスは角竜最後の属の一つで、K、ピッコグラム絶滅イベントの直前まで存在していた。 近縁なトロサウルスとより、遠縁なレプトケラトプスも、同時起動地域に存在していたが、トリケラトプスと共に化石が見つかった例はない。トリケラトプスは、頭の低さから、植物食であったと思われる。主な餌はおそらく下場であっただろうが、より高い木を倒して葉を食べたかもしれない。科学は、先が尖っていて深い。くちばしは狭く、餌を、 選択的に追判だと信じられている。トリケラトップスは咀嚼動物であり、丈夫な葉の交合面で植物をすりつぶしていたのだろう。すり減った葉は定期的に更新され、デンタルバッテリーの使用部位が常に尖れている状態だった。36から40の死列が下顎の両側にある。各歯列につき3から5本の予備の歯が収まっているが、 個体のサイズによって増減する。432から800もの葉が生えていることになるが、一度に使用される葉は一列だけだった。葉の更新は一生にわたって続いていた。トリケラトップスの交互面は、死列がほぼ垂直になっている。葉の大きさと数は、トリケラトップスが大量の繊維質の植物を食べていたことを物語っている。何人かの研究者たちは、 ヤシやソテツ、別の研究者たちはプレーリーで育つタイプのシダが、餌として該当すると主張している。トリケラトップスの頭の装飾の機能に関しては、多くの意見がある。二つの主たる説は、詩内競争とディスプレイに使われたというものだ。特に後者は最もあり得そうな機能であると考えられている。研究初期においてルルは、フリルは、下顎の筋肉の付着部であり、 広報力を増加させる機能を持っていたと主張した。この説は数年にわたって他の研究者たちに指示されていた。しかし後の研究ではフリルの骨に大きな筋肉付着部があったことが確認されていない。トリケラトプスは長い間ティラノサウルスのような捕食者に対する防衛のために角とフリルを使用していたと考えられてきた。 その考えは1917年にスタンバーグによって最初に提唱され、70年後にもバッカーによって主張されている。複数のトリケラトプスの上眼科角や臨場骨において部分的に治癒されたティラノサウルスによる噛み跡が確認されており、これはティラノサウルスが積極的にトリケラトプスと正面衝突した証拠とされている。また噛まれて折れた角が その後治癒した痕跡も見つかっている。その攻撃者が何者かは判明していない。そのトリケラトップスの怪我が治癒したということは、トリケラトップスが襲ってきた捕食者から生き延びたことを示唆する。ピーター・ドットソンは、もしティラノサウルスがオス生態のトリケラトップスを襲ったら、そのトリケラトップスは身を守るために反撃し、その鋭い角によってティラノサウルスに 致命傷を与えただろうと推測している。またトリケラトップスの腸骨と仙骨に深い髪跡があるものも知られていることから、ティラノサウルスがトリケラトップスを食べたこともわかっている。捕食者に対して核を使っていたことに加え、トリケラトップスは互いに角を絡ませて、同種間で争う様子もよく復元される。研究では、そういったことが実際にあり得たことが示唆されているが、 原生動物と異なり、彼らがそうしたかどうかについては、意見が分かれている。トリケラトプスの頭骨と他のケラトプス類の頭骨の、選手孔、病変、その他の損傷は、しばしば闘争における怪我に起因するとみなされるが、2006年の研究では、角突きによる怪我の証拠はないとされた。例えば、感染や治癒の痕跡がない。代わりに、非病的な骨吸収。 または未知の骨疾患が原因とされた。トリケラトプスとセントロサウルスにおける頭骨病変と骨膜反応の発症率を比較したより、新しい研究ではトリケラトプスの傷は他の個体の角によって闘争で傷つけられたものであり、フリルは盾として適していたと示唆された。組織学的研究ではトリケラトプスのフリルは総称中に重要な役割を果たす。 繊維目細胞を含む繊維層板骨で構成されており再生の際に迅速に沈着できることが明らかにされている。ある頭骨は頬骨に先行が見られる。治癒根が確認できることから明らかにこの個体が生きている間につけられた繊維症であると思われる。この穴の直径はトリケラトプスの角の先端の直径に近い。 トリケラトプスの七指的主内競争の論拠として、この標本や明らかな地球根のある他の角流の頭骨が挙げられる。大きなフリルはまた体温調節に利用できる表面積を稼ぐのに役立っているかもしれない。似たような説がステゴサウルス類のプレートについても言われているが、この説だけではケラトプス類のフリルの多様性を説明できない。むしろそれは性的ディスプレイ説を支持する。 フリルが性選択に関係していると最初に述べたのはデビダセビリーでそれ以来指示を集め続けている。性選択においてない下の社会性行動において視覚ディスプレイが重要であることがその根拠である。それはケラトプス類の種差しが激しくそれぞれが特徴的であることからも見て取れる。また、原生動物もそのような装飾や角を同じ目的で用いている。 2006年最小のトリケラトプス頭骨の研究により、フリルと角はかなり若い段階で発達し始めることが分かった。繁殖可能な年齢に達する前にこうした構造が発達するということは、世代内で視覚的コミュニケーションと種の認識が重要であったことを示唆する。だが原世動物において、そのような構造に種の認識の用途を持つものが知られていないので、 この説は疑問視されている、亜生体と生体の頭骨のサイズ比較。亜生体の頭骨は成人と同程度のサイズである。2006年、トリケラトップスの個体発生に関する最初の研究論文が出版された。ホーナーとグッドウィンによる、その研究は、トリケラトップスの個体が4つの成長段階に分けられることを示唆した。不可溶体、用体、亜生体、生体である。 28個の頭骨が研究され、最も若いものは38センチメートルの長さだった。28内10の頭骨は、各年齢を表す一つの成長系列で並べることが可能とされた。4段階のそれぞれは、識別機能を有することが判明した。援護頭骨のサイズ縮小、眉角の発達及び向きの変化、そして角の空洞化を含む複数の発生機能、 傾向が発見されたティラノサウルスに次ぐ人気の恐竜で様々なメディアにてキャラクター化や映像化をされている。ありがとうございます。